ショーン・リーはペンシルバニア州ピッツバーグ出身の元、アメリカンフットボール選手。現役時代に一貫してダラスカウボーイズに所属していたフランチャイズプレイヤーであった。ポジションはラインバッカー。クレイグ・リーとジェニファー・リーの次男としてピッツバーグ南西部のマチアッパーストリートクレールにて誕生した。兄のコナーもピッツバーグ大学のアメフトチームでキッカーとして活躍し、 妹のアレクサンドラも高校でアスリートとして活躍したアスリート兄弟である。また、祖父のドナルド・ジェイリーは西ピッツバーグ地方裁判所の連邦判事である。地元の高校であるアッパーストリート・クレールハイスクールに進学し、マルチプレイヤーとして高校のスター選手だった。バスケットチームではポイントガードとして3年間スターターターを務め、最終年度には 平均21.2得点9.1リバウンド3.2アシストの高成績で地区優勝も果たしている。アメフトチームではセーフティとして活躍し、ラッシュ1240ヤード21タッチダウン95タックル4ピックを記録した。高校卒業後にペンシルベニア州立大学に進学し、ジョーパターのコーチ率いる大学のアメフトチーム、ニータニーライオンズに加入し、 アウトサイドラインバッカーとして活躍、2年目までに138タックルを記録し、全メンバー中2位となり、2年目にはビッグ転換カンファレンスのセカンドチームにも選出。イリノイ大学戦ではシーズンハイの17タックル、また3試合連続で10タックル以上を記録し、シーズン中に2インターセプト3ファンブルフォースを獲得した。 しかし3年目の2008年にシーズン前のスプリングトレーニングで全十字人体断裂の大怪我を負い2008年シーズンは全級となるがチームメイトからチームのキャプテンとなることを立候補されキャプテンとなる。リハビリの間は学生アシスタントコーチとして全練習に参加し試合の際も他の選手と同様ユニフォームとヘルメットをかぶってフィールド外から声援。 指示を送った。2009年に再度キャプテンとしてチームを率いた。大学での受賞歴記録2010年2010年の NFL ドラフトの前に行われたスカウティングコンバインにてリーは以下を記録し、NFL ドラフトアナリストのマイク・メイックはドラフト1巡目後半でリーが選ばれても驚かないだろう。おそらく2巡目前半にセレクトされると思う。 非常に良い選手だと評価していた。カレッジフットボールで2年間両膝に大怪我をしていたこともあったが、ダラスカウボーイズから2010年のドラフトに2巡目55番目にて指名された。カウボーイズはリーを獲得するために59番目の指名権をフィラデルフィア・イーグルスが持つ55番目の指名権とトレードした。当時、カウボーイズのヘッドコーチだったウェイド・フィリップスはリーに ついて、カウボーイズの3から4ディフェンスで、リーは両サイドのラインバッカーもできると評した。トレーニングキャンプ中は、膝の怪我に悩まされ、フィールド練習にはなかなか参加できなかった。シーズン中には2010年12月5日の、ペイトン・マニング率いるインディアナポリス・コルツ戦で、2インターセプト1リターンタッチダウンを記録し、オーバータイムでのフィールドゴールでの勝利を呼び込むプレー、などにより、 NFC ディフェンジブプレイヤーオブザウィークと、ペプシー NFL ルーキーオブザウィークに選出された。2011年ラインバッカーのスターターに昇格した、リーは、ディフェンスコーディネーター、ロブライアンの戦術に適応していき、開幕戦のニューヨークジェッツ戦で、QB マーク・サンチェスからインターセプトを奪い、ワシントン・レッド・スキンズとのマンデー・ナイト・フットボールにて、 レックス・グロスマンからインターセプト及び残り1分でファンブルリカバリーを獲得など重要なプレーを行い18から16の勝利を呼び込んだ。第3週までに36タックル、2インターセプト、2ファンブルリカバリー、1アードロスタックル、3パスブレイクアップを記録し、カウボーイズの選手としては初めて NFC ディフェンジブプレイヤーオブザマンスを受賞した。 7戦目に当たるフィラデルフィア・イーグルスとの試合で、イーグルスの q b マイケルビックのヘルメットに、左手がぶつかり左手首が脱臼し、第8戦は、この影響で欠場した。7戦目までリーは51タックルを獲得し、チーム内で1位となっており、2位のジェラルド・センセボーの36タックルより15タックルも引き離していた。また3インターセプトもチーム1位の記録であり、 チーム内で7戦と通して1個以上のインターセプトを獲得していた唯一のプレイヤーだった。2011年シーズンは131タックルでチーム1位、4位インターセプトと8タックルロスで同数1位とチームをリードし、トム・ブレーディとペイトン・マニングからインターセプトを奪った2番目のラインバッカーとなった。またニューヨーク・ジャイアンツ戦では10タックルにアシスト、 デビット・ウィルソンからのファンブルーホースを奪うなど素晴らしい試合内容となり、シアトル・シーホークスとのシーズン2回目の対戦では21タックルを記録し、1971年にリーロイ・ジョーダンが記録した21タックルのチーム記録と並んだ。またカロライナ・パンサーズ戦にて右足の親指を負傷し途中交代した。2013年サンディエゴ・チャージャーズとの第4週目の試合で、 D は18タックルとキャリア2つ目のインターセプトタッチダウンを獲得。10月には52タックル及び3インターセプトを記録。第8週目のデトロイトライオンズ戦では2インターセプトを記録しそのうちの1インターセプトはキャリアハイの74ヤードインターセプトとなった。これらの活躍により10月の NFC ディフェンジブプレイヤーオブザマンスに選ばれている。 2014年3月27日のチーム合同練習中にオフェンスラインマンのザック・マーチンのブロックを受けた際に自身3回目の全十字人体断裂を再発2014年シーズンを全休することになった7月2日に怪我によるリザーブ選手となり代わりにジャスティン・デューラントが出場となった2015年第2週のフィラデルフィア・イングルス戦において14 タックル1インターセプトを記録しカウボーイズの勝利に貢献し NFC ディフェンジブプレイヤーオブザウィークに選ばれた。また最終戦のワシントンレッドスキンズ戦において出場すれば年間出場試合数80%以上のボーナスにより200万ドルが年俸に加算される契約だったがハムストリングの怪我によりチームに貢献できるプレーができないと自ら出場自体を選択して ボーナスを破棄し話題となった。2016年リーはカウボーイズのディフェンス陣をリードし、シーズン13勝3敗の好成績を後押しした。タックル数はシアトルシーホークスのラインバッカー、ボビー・ワーグナーに次ぐ NFL2 位の145を記録し、自身キャリア初のファースト、チームオールプロに選ばれた。また2度目のプロボールにも選考された。 2017年 NFL トップ100プレイヤーズオブ2017においてリーは79位にランクされた。2018年シーズンでは7試合の出場にとどまり30タックルを上げた。2019年このシーズンは16試合出場を果たし86タックルを記録した。2020年このシーズンはヘルニアの手術を受けたこともあり9試合の出場にとどまった。 シーズンオフに現役引退を表明した。ありがとうございます。